さあということで皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。オチピーチャンネルでございます。さあ本日はですね、どこに来てるかと申しますと、以前お送りしました駅から、天谷駅からの隣、門田駅に来ております。でなんとびっくりですね、今そこに見えてますけれども、門田駅に電車がね入線してきました。かっこいいですね。たまたまね撮影してたら入ってきましたんでびっくりです。おーかっこいいな。ではね、門田駅の方入ってみましょう。門田駅の中はこんな感じ、もちろん無人駅です。ではね、ちょっとねホームの方に入ってみましょう。これやっていいのか分かんないので、もしねダメでしたら教えてください。もうやりませんから。あーかっこいいですね。先ほど入ってきた電車が会津若松方面に向かって行っております。かっこいいですね。書いてありますよ、以前お送りしました天谷駅、そしてその隣にありますのは南若松、そしてここが門田駅となっております。見てください、このね会津盆地。会津盆地と言いますと、周囲ね360度すべて山に囲まれた盆地なんですが、その会津盆地をね象徴するかのような山、そして田んぼ、木、山、林といった感じですね。素晴らしいですね。でですね、こちら手前側が芦ノ牧温泉、いわゆる会津田島、栃木県方にの方向に向かう鬼怒川方面ですね、鬼怒川方面に向かう線路、そして奥側が会津若松方面に向かう線路となっております。ただね、ホーム上では2線ありますが、土地の方で単線に合流するようになっております。かっこいいな。でもいいですよね、以前お送りしました天谷駅、こちら天谷駅方面なんですけども、直線がね見事に奥まで続いてますね。かっこいいな。さあそんな感じでねお送りしました門田駅。これ門に立って書いて門田って読むんですけど、この会津地方の中でもこの門田ってのはねすごく大きいんですね。なんでここからそうですね、距離で行ったら10キロぐらいあるんじゃない、もうちょっとあるかもしれないですね、の方まで行ってやっと門田が終わる。まだ門田かもしれない。うちの実家のある、地区からそうですね 2,3 キロ行くとも門田の方に入るんですが、そこからこの辺付近までかなりありますから、そこまでずっと門田地区ですからね。まあ門田っていうぐらいなんで、このね田んぼがほとんどなんですけれども、決してディスってるわけじゃないんですよ、ディスってるわけじゃないんですけど、田んぼが多いんですね、非常に。ただすごくそれでも広い地域だというところです、門田ね。ただね、その門田の駅がねこんな感じというのもね、まあ話のネタになるんじゃないかなと思います。はい、私実はねこの門田駅初めて来ました。この道路はね、この道路じゃない、この線路は何回も通ったことあるんですけど、乗ったことあるんですけど、降り立ったことはないんですよね、門田駅。というのもね、まあ私の実家の本当すぐそこに西若松駅があるんで、門田駅をまず絶対って言い方変か、まあ 100% 使わないですよね。なのでここにね寄ることもないんです。しかもですね、この門田という地域まあ広いので、車がないと絶対に生活できないんです。ということもあって車社会ですから、なかなかここに車で来るということはないですよね。わざわざ西若松駅が目の前にあるのに電車を使ってこの門田なんて来るってことはまずないです。しかも例えばその中学校とか小学校とか遠足に行く、何かに行くって時も絶対に車使いますから、電車ではなかなか来ないですよね。ただね、この感じから見るとこの門田駅もこの周辺に住む方の憩いの場になっているのかなと言いつつもね、ここにこう蜘蛛の巣がある、まあ見えないと思いますけど蜘蛛の巣があったりしてね、難しいですね。ただね、この奥にこの見えるこの何ですか、駅につながるこの道路はすごくこう直線で駅に続く道って感じがしますね。はい、そんな感じでね、初の門田駅リポートしました。いやびっくりしたんですけど、しかも門田駅って書いてないんですね。でもここね門田駅ですね。皆さんぜひね門田駅立ち寄りの際にはね、こうやってリポートしてみてはいかがでしょうか。ということでまたお会いしましょう。オチピーチャンネルでした。バイバイ。